こんにちは、ゆうゆうホルンです。京都の方からファンレターを送っていただきました。ありがとうございます。早速開けてみたいと思います。じゃん、小さいのもらってますね。ゆうゆうホルン様、急にお手紙を送ってすいません。ゆうゆう、そして全部で7枚というありえない分量に、なってしまいました。お疲れになる前に押していただけたらと思います。いや、とんでもないです。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。あ、たくさん書いてくれたんですね。ありがとうございます。ゆうゆうホルン様、お忙しい中手紙を手に取ってくださってありがとうございます。私は京都で大学生をやっているものです。ゆうゆうホルンさんの存在、かっこ子供か大人の教科書、楽曲、講演をされている方が同一人物だということを、知ったのはつい先日です。動画にはこれまでたくさん助けていただきました。悩みの絶えない日々は今も続いていますが、ゆうゆうホルンさんの歌声に何度も救われました。きっとゆうゆうホルンさんの言葉でつないでいる命はたくさんあることだろうと思います。どうぞこれからもお体を大切に活動していってください。ゆうゆうホルンさんの優しいお気持ちをいつまでも応援しております。以下、勝手ながら私の過去と現在の悩みについて書かせていただきます。お忙しいかと思いますので、適当に読み飛ばしていただけたらと思います。私は機能不全家庭の中で育ってきました。学校でも様々な問題があり、近所との問題、異性との問題などずっと板挟みになってきました。まず家のことを中心に書かせていただきます。家族は小2の時に転勤で家族全員引っ越したので、ご両親とお姉さん、それから母方の、祖父母ですね、で、生活していました。私はお母さん子で強くて優しいお母さんにべったりでした。家族みんながそのお母さんの優しさで包まれている素敵な家族でした。過去、今思えば家族全員がその優しさに甘え頼り切ってしまっていたのだと思います。ですが、私が小学4年生、過去10歳になってすぐ母が病気になりました。難病でした。治す手立てはありません。体中の神経や筋肉、脳の萎縮していく病気で痛みが伴います。私はただ悪化していくのを見ていることしかできませんでした。発症から2年で完全介護、日常の生活すべてに介護が必要な状態になりました。その頃から私はいじめられるようになりました。田舎だったこともあり、クラスの子の親の中で、あの子の親は障害者だからあの子と遊ばせたら危ないのではと話されていたそうで、遊んでくれる子はもちろん口を聞いてくれる子もいなくなりました。一人でした。でも学校休むと祖母、世間体をとても気にするにひどい言葉で怒られるし、クラスの子に逃げたと思われたくないしといった理由から、ほぼ一日も休まず教室に来ました。小6からリストカットが始まりました。今もやめられません。記憶が飛ぶ過去数時間から数日単位で、ことも、増えていきました。家では家事をすべてやり、介護も手伝い、学校ではいじめられる。頑張っていても、家の中で家族のストレスの吐け口にされていたためだと思います。料理が美味しくないとか、温かくないとか言って怒られたり、料理を目の前で捨てられたり、勉強していたら余計なことを覚えるだけだ、生意気になってと祖母に勉強道具を取り上げられ、家事をやっていろ、女の子はニコニコ座っていればいいと言われました。一番辛かったのは、はいしか言うなというものです。私は私の気持ちを捨てようと思いました。でも完全に捨てることはできなくて、何々という理由で何々だと思うなという方に、細心の注意を払いながら伝えてもダメでした。何十倍もの私が聞いてきたことのないようなひどい言葉で怒られたり叩かれたりしました。私には気持ちを表現することも、家で勉強することも、学校を休むことも許されませんでした。姉は上手に生きるタイプで、みかんの皮も私に向かせるほど甘やかされていましたが、介護、当時私には身長や体力的に不可能だったを伝えることから必要とされていました。家事は誰でもできるものだからやって当たり前という認識だったようです。母に甘えたいとどんなに願っても口も聞けなくなった母に甘えられるはずもなく、祖母や父にイライラの吐け口にされ、怒鳴られ叩かれ首を絞められました。母を殺して私も死ぬから一緒に死のうと祖母に持ちかけられたり、家族みんなが限界でした。私は家族の辛い部分、気持ちを受け止めていなければなりませんでした。私がそれをやめると母の介護が雑になるのです。私にとってはそれが一番辛かったのです。母のためにと頑張り続けました。祖母は成績も私にだけ求めてきました。中学生の頃、160人いる学年で一桁でないと納得しませんでした。1位になっても褒めるわけではありませんでした。
100点以外認めない、100点でもあっそって終わる。ですがその頃には家事と介護、そして精神的な疲れから保健室でほとんどの時間を過ごすようになっており、成績を維持することは簡単ではなく、リストカットに加えて OD をするようになりました。もう体も心も疲れ果てていましたが、母のことがあり逃げることはできませんでした。県内で一番偏差値の高い高校に行きましたが、それも祖母にとっては当たり前でした。一昨年の秋に母は状態が急変し、胃ろうを作る判断をしました。祖母と父で意見が食い違い、私が祖母の意見に賛同したことで決まったのですが、母の唯一の楽しみである食べる楽しみを私が奪ってしまったと後から悔やまれてなりません。とても残酷なことをしました。私は最低な人間だと思います。急に話が変わりますが、私には小学生の頃から口を聞いてくれていた数少ない友人、過去男の先輩がいました。しかし高校2年の時に、ちょっと辛い体験があったんですね。怖くて声も出なかったし、家でのこともあって、男性に命令される、過去強く言われると抵抗することもできませんでした。その時のことをね、こうすごく鮮明に覚えてるんですよね。とても恐ろしかったことは覚えていますが、その後の記憶がありません。痛むお腹を抱えて帰り、誰にも言えず泣きました。喉に物が触れると吐いてしまうので、10日近く何も食べられず、10キロも体重が落ちて30キロ台になっていました。それでも誰も気づいてはくれませんでした。今も時々その感覚が思い出されては戻してしまいます。そのことがあってから1ヶ月した頃、また数年来の過去女の友人から裏切られました。友人の知り合いという2人の成人男性に、ちょっとここでもすごくこう辛いことが、あったんですね。その時は、刃物で脅されました。それが高2の夏です。それからというもの、私は人を愛することのできない人になってしまいました。そもそもこんな汚れた女に人を愛す資格もないと思いますが、男性に告白されても、相手がどれだけ素敵な方でも気持ち悪いと感じます。大学生の今も同じです。もうすべてが嫌になって、家にいることが辛すぎて耐えられなくなったので、進学を理由にお母さんを置いて逃げてきました。それで一人暮らしをしながら通学しています。小学生の頃、AM2 時まで家事をやり、AM5 時に起きて、食事を作ったり洗濯をしていたため、成長が遅れて骨格が成長しきれなかったらしく、体に対して臓器が大きく、肺が圧迫されていることや、過去大きい心臓による、低血圧、鍵の確認行為、不眠、貧血、不整脈など、などの原因から大学を休みがちです。決してサボっているわけではないのですが、クラスメートに説明することもできないので、やる気のないやつだと、おそらく思われながら大抵の時間を一人で過ごしています。あまりにいろいろありすぎて、普通の人間関係を築くことができなくなったのかもしれません。人生に疲れ果ててしまいました。助けてと言える勇気が欲しいです。ユンユンホルンさん、こんな私でもユンユンホルンさんの煽っていたように、辛い世界から抜け出すことができるのでしょうか。また幼い頃のように人と深く関わることができるのでしょうか。こんな私でも人の役に立つことはできるでしょうか。過去お詫び、今までの辛かった出来事を書き始めたら止まらなくなってしまい、話に一貫性がない上に7枚という常識の範囲から逸脱した分量になってしまいました。申し訳ありません。ご迷惑だと思いましたが、誰かに心の内を伝えられたら自分への慰めになると思い送らせていただくことにしました。自分勝手で本当に申し訳ありません。大切なお時間を使わせてしまってすみませんでした。最後に、私はこれからもずっとユーユーホルンさんのファンです。まだ寒い日も多いことですし、風邪など召されませぬよう、お体ご自愛ください。応援していますということで、はい、そうですね。まずはちょっとなんかこう申し訳ないってね、こう書いてくれてましたけど、全然そんなことないし、それにね、その心の内をね、伝えて自分への慰めになるかと思ってって、そうやって本当にね、かなりやっぱり辛いところも、その過去に目を向けて、いろいろ吐き出してくれたんだと思うんですよね。だから送ってくれてありがとうございます。まあ今、読ませていただいて、本当にそうですよね。いや、本当によく頑張ってきましたよね。ものすごい今までいっぱい我慢をして、本当にたくさん尽くし、ね、家族をあなたがこう、守ってきたところもあると思うし、必死に、自分の、これが自分のやることなんだと思ってね、毎日毎日本当大変だったと思うんですよ。
まあ今ね、実家から離れて一人で暮らしてってことで、うん。まあやっぱりね、そのお母さんのことが、気になっちゃって、そういう時があるのかなって思うんだけど、もしね、お母さんがこう、例えば誰か一人にだけ自分の今の気持ちを話せるとしたら、きっとあなたに話すと思うよ。うん。ありがとうって絶対言うと思う。まあいろいろ悩むところもきっとあったんだろうけど、まあその一人暮らしをするんだっていう決断は、まあね、よく決断したと思うし、決してそれは間違ってないと思うんだよね。まあちょっとお父さんがね、どんな方かがちょっとわからないけど、まあ多分ね、そのおばあちゃんとその距離を離したことはね、すごくあなたへのその、これから変化を与えるにあたっての多分、まあ、まずそこの距離が離れないとっていう、まあ、ところがね、きっと あるっていうかあったと思うから、まあそういう部分でも、その家を出て一人暮らしを今しているってことは、まあこれからのあなたの人生が、まあこれまでとなんかこう違うっていうかね、まあその手紙書いてくれてるけどさ、まあその辛い世界から抜け出すっていうことでいくと、本当にその一人暮らしを今スタートしたところからが、その抜け出すスタートだと思うんだよね。これまでね、いろんな、なんていうかな、考え方であったりとか、いろんなものに縛られてきた中で、やっぱり過ごしてきたと思うんだよね。まあね、その世間体だとかね。結構やっぱおばあちゃんも、おばあちゃんはおばあちゃんで、そのね、おばあちゃんが小さい時から、いろいろ、過ごしてきた中で、おばあちゃんが親に、おばあちゃんがまた、おじいちゃんおばあちゃんからこう教わったこととか、まあいろいろその中でね、おばあちゃんが、こういうものなんだっていうかね、例えば女性はこういうものなんだとか、こういうことを知るものなんだとか、いろいろやっぱおばあちゃんには、こうしなきゃいけないんだとかね、きっといろいろあって、まあ、そこにこう、なんていうかな、うまくこう、はまんなきゃ、そのお家の中でこう、うまく人間関係回らないような、まあ状況があったのかなってね、ちょっとこう感じるところがいろいろあったから、そこを出たってことはね、非常に大きいことだと思うんだよね。いやね、家族みんながね、あなた一人にかなり助けられてきたんだと思うよ。まあ、あなたがこうね、家を出たことで、どれほどこれまでね、あなたが、その家庭の中のことをいろいろやってきて、もうたくさん我慢もしながら、ね、痛みにも耐えて、そしてね、その家族をあなたが多分、うまくつなぎ合わせていたんだと思うんだよね。だからそこに本当にこう、気づいていただきたいよね。ね、高校生の時のことを。ね、やっぱり、しかも立て続けにね、いや、本当に、辛い経験を したんだろうしね。まあ、きっと今もね、こう、トラウマとして残ってるよね。怖かったよね。やっぱりね、心も体も本当にボロボロになっちゃってたよね。ね、こんな汚れた女に人を愛す資格もないって書いてあるけど、あなたは汚れてもいないし、人を愛す資格もないなんてことないからね。まあ、お母さんを置いて逃げてきましたって書いてあるけど、もしなんかね、やっぱこう罪悪感みたいなものをなんかこう持ってたとしたらさ、やっぱ持ってるんじゃないかなと思うんだよね。やっぱりお母さんはやっぱりあなたがかなり支えてきたところがね、やっぱりあるしね。だけど、やっぱお母さんからするとね、きっとあなたにはこの家を出てあなたの人生を歩んでほしいってね、きっと思ったと思うんだよね。本当に。だから俺はあなたの決断は間違ってないと思う。まずあなたはあなた自身のことを責めないでほしい。で、もうたくさんの辛い経験を今まで増してきたよね。本当に辛かったと思うんだよ。まあ家の中でのことももちろんそうだしね。で、やっぱり高校の時のね、こと。やっぱりすごく辛い、こう、まあトラウマになっててさ、まあたまにこうフラッシュバックしたりするようなことがね、もしかしたらあるのかもしれないけど、そういったトラウマによることでこう辛いな辛いなってすごくこう苦しんでいたとしたら、まあそういったちょっと専門のカウンセリングとかをちょっと受けてみてほしいなっていうところもあるし、この今の一人暮らしになったところが本当のこうあなたの人生のもうスタートだと思ってほしいんだよね。で、こんな私でも人の役に立つことはできるのでしょうかってあるんだけどさ、これまであなたがすごく家族を支えてきた部分って大きいと思うんだよね。それはその金銭的なこととかそういうことじゃなくてさ。で、すごくあなたは、本当に人のためにこう、頑張れる人だと思うんだよ。だけど、その分あなたはもしかしたら自分を犠牲にしてしまうところがもしかしたらあるのかもしれない。で、できたら、これからね、その、一
人のためっていうところももちろん大事なことだけど、まずやっぱりこれまであなたは小学生の時から本当に本当にね、人の何倍も大変な思いしながら頑張って生きてきたんだからさ、まずねここからさ、あなた自身のためにね、あなたがあなた自身の幸せを考えることは決して悪いことじゃないしね、まずあなたがあなた自身にこう優しくしてあげてほしいなって思うんだよね。まあ体のことも含めだけどさ、何かこう精神的になんかこうね、なんかこうちょっとこう頼れるような、できたらこうね、割と大人の方とかがさ、なんかそういった方と知り合えるといいなってちょっと今思ったんだよね。でこれまで、まあこの全てじゃなくてもね、これまであなたがすごく辛い体験してきてさ、まあいろんなトラウマもあったりさ、で今まあ体のいろいろ症状に関してもすごくね、悩んでるところもあるだろうけども、まあそういうの全部ひっくるめてさ、こう人間関係結んでいけるような人がさ、きっとどっかにいると思うんだよね。やっぱりその体のこととかさ、なんか不安 なところもあるからさ、なんかこう、気軽にこう、できるだけ身近でね、こう会えるぐらいの人でなんかこう相談もできて、ちょっと頼れる、なんかこう、ね、なんか包容力のありそうな、なんか大人の人とかとこう、ね、なんかいい大人の人と出会えるといいなって思うんだよね。だからなんか自分の苦しみを、なんかこう、どこからか少し楽にできないかっていう、なんかね、そういう手がかりを、なんか見つけに行くんだ、まあ、ぐらいの、まあ、なんかあんまりね、重い感じじゃなくて、ちょっと行ってみようぐらいの気持ちでさ、まあ、その、大学、まあ、休みの時とかにさ、あなたが今まで体験してきた、まあ、いろいろ辛いね、体験。なんかそこと関連性のある、まあ、例えば NPO でも何でもいいんだけどさ、なんかそう支援団体とかさ、なんかそういったところにちょっとね、まあ、気軽にっていうか、なんとなくこう顔を出したりしてみてさ、なんかそういうとこでね、きっとあなたのことを理解してくれる人がいると思うんだよね。で、その辛い世界から抜け出すってことで言うと、今の時点ではそれがすごく難しくて、そんなイメージ湧かないって思うかもしれないけど、そこにこう信頼できる人がね、一人、二人と出てきた時にね、そういうのが少しずつ変わっていくからさ、まああなた自身のこれまでの心の傷を、まあ癒せるかどうか、まああなた自身がこれまで背負ってきたね、心の傷を癒せないかっていうことであったりとか、何かこう自分にとってプラスになる出会いがないかとか、なんかそういうところから、ちょっといろんなとこに行ってみたらどうかなって思いますね。はい、ということでお手紙ありがとうございます。ね、本当に毎日毎日ね、本当によく頑張ってきたと思う。ね、いつか辛い世界から抜け出せると信じて、絶対諦めないでください。ということで、ゆうゆう本でした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。